どうも、滝沢沙織の部屋へようこそ。本日はお台場の畑にやってまいりました。そして、今の時期ちょうど収穫の時期ということもありまして、ちょっと収穫してみたりとか苗植えなんかも本日はやっていこうと思います。まずはね、ちょっと今の畑の様子を見てもらおうかと思います。こちらがね、今私がやってる部分の畑なんですが、もう苗植えをしようという準備をもうしてあります。ちょっとね、今ね、私珍しいものを育てていて、これゴジベリーなんですよ。まあ、クコの実なんですけど、スーパーフードと言われていて、種から育てていて、でやっとここまで成長はしてきたんですけど、一体いつになったら実ができるのか、どういう形状が正解なのかが全く分かりません。なので成長の過程として正解を知っている方もしいらっしゃったら教えてください。こちらは春菊の花が咲いてきてますね。なんか家に持ってって飾ろうかな。春菊の花飾るとかあんまりないもんね。そしてこちら、はい、こちらはね、スナップエンドウです。こちらもね、そろそろ収穫をしようかなと思っております。畑の様子今見てもらったんですけれども、苗植えの方をしていこうと思います。それでは本日は、こちらトマトの苗なんですけど、ちょっと結構立派じゃないですか。こちらいい感じでしょ。これね、私自分で種から育ててるんです。でアロイトマトってもう私が、まあ、レギュラーの番組で晴れ時々ファームっていう方でも何度か紹介したことがあるんですけど、まあ、このアロイトマトっていう種をね、その採取して、で自分でそれを乾燥させて取っておいて、でそれを種にしてで植えているっていうね、毎年なんかそれをやってるので子孫も残していく感じです。でこっちはまあ、ちょっと気になったので買ってみたんですけど、プレミアムルビーっていうトマトで、すごく甘い品種って書いてあったから、これもちょっと気になったので今回やってみようと思います。こっち側とこっち側でちょうどこう這わせて、なんかね、ちょっとね、曲げて行こうかなと。あんまり高くするとやっぱり風の影響とか受けて大変なので、それを気をつけながら、まあ、ここ屋上菜園なんで、気をつけながら植えていこうかなっていうふうに思います。こんな感じでね、穴が大きいな。そしてできるだけ端っこの方に、あ、もうびっしり。これはどっちだっけ、プレミアムルビーか。自分で苗作りしてるとさ、いっぱい種まくからさ、もうなんかどれがどれだか忘れちゃうんだよね、本当に。よし、でこれを植えてあげると、しっかり成長してますよ。こんな感じでね、植えてあげると。でこちらはアロイトマト、できるだけちょっと端っこの方に置いて食べないとな。よいしょ、よし、 OK。 もう一つの苗、こちらキュウリの苗も作りました。もうだいぶね、なんかもうお花がここに咲き始めてるの見えるかな。こんな感じで、これ一番からもう取っといた方がいいかな。この辺に植えて、でまだねトマトもあるし、なんならキュウリの苗も実はまだ家にあるんですけど、ちょっとバランスを考えて、で植えようかどうしようかっていうのを、まあ、また植えるかもしれないです。でね、状況としてどうなってくるか分かんないから、ちょっと多めに苗は作ってあります。端っこの方にね、植えて、ガーガーしてる、ガー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 すごいね、ガーガー先生。どうしたどうした、何が起こったどうしたのよ、ガーガーしちゃってね、いきなり。よっ、植えましょ。よいしょ、あ、土がもうね、この中あったかい。もう1週間ちょっとぐらい前にここは土作りして、でこのね、マルチシートを貼ってあったので、土
の状態はいいはずです。じゃあこんな感じで、苗植えは終了です。収穫もしていこうと思います。でね、今ねここ今何もないように見えるでしょ。これ実はもう枯れているんですが、サフランです。この枯れた状態っていうのが収穫時で、でこれこんな感じでいいよ。このサフランなんですよね。これ、まあ、収穫というよりも掘り起こしてあげるっていう感じなんですが、で掘り起こしてあげて、そこから、そのまま土とかにも置かず、普通にただただ段ボールとかに入れておくんです。でそうすると、11月ぐらいにサフランの花が咲くんです。なのでその咲いてからが収穫時っていう感じになるんですね。よし、もうガッサガサいこう雑こんな感じでね、どこに植えたか忘れちゃったからよし。サフランの楽なところは手入れを基本あんまりしなくていいっていうね、それが楽。結構しっかりこんな感じで、まあ11月までまだ長いですが、しばらくその結果お待ちください。こちらにいちごが収穫もできます。こんな感じで収穫できました。いちごですやん。毎年苗を増やしながら私は作っていってるんですけどね。ラディッシュ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 さん、もうこれ全部できた。できた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 、はいはいはい、できました。こんな感じで収穫全部立派です。食べ頃サラダで食べようと思います。こっちのねスナップエンドもう収穫してあげようと思います。これも立派。スナップエンドは今年割といっぱい食べてるぞ。もうこれパンパンよ。これ大きくなりすぎても硬いと思うから、こういう状態はもしかしたら中の種だけ食べるパターンですね。こんな感じ、わしゃわしゃいっぱい。はい、ということで本日たくさん収穫もあり、そして植え付け作業もして、で肥料ももうちゃんとねあげてるので、このまま成長をまた見守っていこうと思います。では皆さん、本日の動画いかがだったでしょうか。なんかね、こうやって外で菜園なんかするのもすごくいい時期ですし、自分で収穫したお野菜食べて元気いっぱいになれたらいいんじゃないかなって思いますよ。皆さんも挑戦してみてください。それではチャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた、バイバイ。